伝の味噌ダレで美味しい味噌カツに仕上げていきます。ダマスチャンネルのダマスです。ということで今日なんですけど、とある企画をね行いたいと思います。題して3日間3食名古屋飯生活ということで、僕ね地元がね名古屋で、今もね名古屋に住んでるんですけど、結構ね名古屋飯ってね美味しいものがねたくさんあって、ちょっとね今日はね3日間3食すべて名古屋飯にしたら体重何キロ増えるのかっていうのをねちょっとやっていきたいと思います。名古屋飯のイメージって言ったらね、多分味が濃いとか、そういう味噌とかね、そういう感じのもの想像つくと思うんですけど、果たして3日間3食も名古屋飯食ったら名古屋飯飽きてしまうのかというところもね僕は気になるところではあります。基本的に名古屋飯僕大好きなんで、まあ飽きずにね最後の方まで美味しく食えたらいいけど、でねちょっとまずはね体重測定しましょうか。レッツゴー。現在の体重89キロでした。はい、まずね第1食目、味噌煮込みうどん半次郎さんに来ました。早速じゃあ中に入っていきます。味噌煮込みの麺が固めと普通の柔らかめと選べます。固めでお願いします。はい、はい、食べ終わりましたね。めっちゃうまかった。これが今日初めての飯だったからさ、腹減ってたのもプラスされて、あの味噌の感じとそれに絡まったあのネギたち最高よな。であのうどんもさ、ちょっと味噌煮込み用のうどんってですね固めに設定されてんだよね。それもねまたいい感じに。そして最後ね、あの米あれがね、あれを食うために味噌煮込み食うと言っても過言ではない。食後のコーラ飲みます。お前はいつでもうまいな。毎日食っとったらねさすがに飽きちゃうかもしれん。結構ね味が濃いめだから。だからしかしあの味が濃いめのやつとライスが合うんだ。これがまた。
ふぅ、あぁ、涼しい。てか俺、あんかけスパ初めて食ったかもしれん。あんかけスパゲッティ具沢山でさ、ソーセージとかめっちゃ入っとってめっちゃいい感じっす。しかもサイズ M サイズだったんだけど 300g もありました。あれが通常サイズ 600g とかね、いろいろサイズ変更できたから。トリゴだったからね、めちゃくちゃ美味しかったね。今日肩トレしたんですけどね、いいトリゴの飯になりました。はい、風来坊食べ終わりました。あんなうまい風来坊って。いや俺ね、結構山チャー派だったんだけど、風来坊もありやな。全然手羽先はもちろん美味しかったけど、餃子手羽先、あれがね一番美味しかったな。中が熱々でこれまたジューシーって感じでね、めっちゃ美味しかったな。まあ今日はそれ気持ちよく寝て、明日の名古屋飯生活に備えたいと思います。じゃあおやすみ。はい、2日目おはようございます。今日の第1食目はこちら。名古屋といったらモーニング、そしてモーニングといったら小倉トースト。でもね、ちょっと今日はね、小倉トーストならぬこのピザトースト小倉トーストにしました。僕はねこっちの方が好きなんで、こちらじゃあまず第1食目いただきます。うん、で、コーヒーもいただきます。あー、やっぱ朝といったらこれですよ。名古屋の朝はこれよ。コメダとか行くとね、めっちゃ安い値段で小倉トースト食えたりするからね、めっちゃいいよ。甘さと塩味のバランスが最強なんよ。今日はちょっとね、とある場所に行って
ってもうね名古屋飯が大集結しとる場所があるんよ。そこにねちょっと行って名古屋飯をね満喫してこようと思います。秘伝の味噌ダレで美味しい味噌カツに仕上げていきます。はい、どうぞ。お待たせしました。めっちゃ腹いっぱいになりました。いや、うまかったな、ヤバトン。なんかちょっと変わった食べ方を店員さんの方がね、教えてくださって、ぶりごまとからしをね、かけるみたいな。あれ初めてやったけど、めっちゃ美味しかったな。今度からあれ絶対やる。店員さんの方はね、僕のこと見てくださってたみたいで、非常によくしてくれました。ご飯おかわり自由だから、2杯食べましたね、2杯。ちなみにここはね、空港です。こんな感じ。飛行機がいっぱいあるとこに来ました。いやー、飛行機乗ってどっか行きたいっすねー。寒っ。今ちょっとね編集とかもろもろして、もうそろそろ腹も減ってくる頃なんで、ちょっとここで休憩して中入って3食目食べようかな。味仙食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかったけどね、なかなか辛かったですね。実はね、僕辛いの、まあ最近になってねようやく食べれるようになってきたぐらいで、あんま得意な方ではない。アメリカンってやつならね食べれるぐらいの辛さでしたね。次はちょっとあの普通の台湾ラーメン、辛さが3倍ぐらい辛くなるやつ、あれ食べたいな。いやー、ラーメン久々食ったけど美味しい。ってな感じでね、2日目の3食目食べ終わったんで、ラスト明日最終日、もう早く明日になってほしい。早く次の長めしが食いたい。まあ、今日ねこの後筋トレ行って早めに寝ます。3日目おはようございます。ということで今日もこちら空港に来ておりますと。最終日3日目ということで、第1食目からね豪勢に行きたいと思います。もう腹ペコペコです。さあ行くぞ。
すっかり夜になってしまいました。あの後ね、家に帰ったらめっちゃ寝てました。ミスったーということでね、ちょっと申し訳ないですけど、昼夜兼用でもう最後のラスト名古屋飯にしたいと思います。スガキヤ好きだがや、スガキヤラーメン。特製ラーメンとクリームぜんざいで、はい、特製ラーメンとクリームぜんざいで、胡椒かけるの味噌やな。卵を潰して、はい、名古屋飯生活終わりました。ということで、ほんと大満足で終えることができました。俺はね、なんか名古屋飯嫌いになっちゃうんじゃないかな、飽きちゃうんじゃないかなとかね、思っとったけど、名古屋飯のこともっと大好きになりましたね。ということでね、体重何キロになったのか、ちょっとね、測っていきたいと思います。これで痩せてたりしたら、名古屋飯一生食ってたらダイエットできるっていうことだからね。91キロ。はい、ということでね、結果プラス3キロ。やっぱりね、美味しいものってね、それなりの理由があるんですよ。うまいものっていうのは体重が増えるものなんですよ。名古屋飯でダイエットできません。またね、この縛り生活なんかちょっと見つけて今後もやっていきたいと思うので、ぜひ皆さんその時はチェックしてみてください。こんな感じでバイバーイ。